皆さん、こんにちは。ウクレレマスクマンでございます。いつもこのチャンネルを見てくださり、本当にありがとうございます。今日は普段とはちょっと変わりまして、昭和のコマーシャルソングを歌ってみたいと思います。何せ耳コピですから、メロディーが一部間違っていたりとか、歌詞が全く違うとか、そんなのがあるかもしれませんけどね。どうぞご勘弁をください。よろしくお願いします。それでは、第1曲目。蝶屋の梅酒。とろりとした、蝶屋の梅酒。こんなのがありましたね。このメロディーなんですよ。まさにね、テレビコマーシャルをね、見てからですよ。あくる日ね、その仕事中ですね、会議がありまして、その大切な会議の時にね、このフレーズが出てきちゃったんですよ。なぜかね、みんなね、真剣な顔しても討議してるんですよ、会議でね。その中で、ね、このメロディー、私の頭の中にね、とろりとした、梅酒なんて出てきちゃったんですよ。もうね、参りました。はい。帰りのね、車を運転して、その途中でもそのメロディーが出てきたりとかね、困ったもんです。でもまだ一回も飲んだことありません。蝶屋の梅酒。はい。でもね、コマーシャルソングっていうのは、本当にそのお客さんの心をくすぐるっていうか、購買意欲をこう誘うっていうか、うまいですよね。そのキャッチフレーズっていうか、なんて言うんでしょう。メロディーにしてもね、短い何秒かのコマーシャルソングの間にね、こうしっかりこう頭にこう刷り込ませる。10秒か、そこらでしょ。短い時間にね、そう印象づけちゃうんですから。すごいですよね。クリエイターの方たちはね、感心します。はい。次はですね、おしゃべりが多かった。ごめんなさい。次は、三和の若鳥。三和ってのはね、名古屋地区のですね、有名な名古屋コーチンを扱ってるお店なんですけど、そこのコマーシャルソングあるんですね。これは東海地方だけかもしれませんね。三和の若鳥。三和三和三和の若鳥、美味しいったらないね。これは聞いたことがある人は覚えてみるでしょう。知らない人は全く知らないでしょうね。はい。三和の若鳥です。次は、ヤンボーマーボー天気予報。これは全国放送じゃないですか。それコマーシャルね。ヤンマーディーゼルといって、小型船舶とか、農機具を作っているメーカーですね。そこのメーカーが、コマーシャルやってましたね。そして、毎日の天気予報を届けていました。僕の名前はヤンバ。僕の名前はマーボー。二人合わせてヤンマーだ。君と僕とでヤンマーだ。小さなものから大きなものまで動かす力だ、ヤンマーディーゼル。DJ でございました。次はですね、この木何の木。この曲は皆さん大抵知ってみるんじゃないかな。ありましたね。で、その上で人が散策してるような、なんかそんなコマーシャルありましたね。そのメロディーとその画像っていうか、それがね、やっぱり強烈に、頭から離れないです。この木何の木。
の時気になる気、名前も知らない気ですから、名前も知らない気になるでしょう。この気何の気、気になる気、見たこともない気ですから、見たこともない花が咲くでしょう。日立製作所のコマーシャルでございました。続きまして、伊勢の名物赤福餅、このコマーシャルソングをやってみたいと思います。皆さん知ってると思いますよ、この曲は。ええじゃないか、ええじゃないか、ええじゃないか、伊勢の名物赤福餅は、ええじゃないか。というわけでございます。どういうわけじゃない。続いて札幌一番、これはインスタントラーメンですね、この曲のコマーシャルソングですよ。札幌一番味噌ラーメン、はい、じゃんじゃんいきます。続いて、大須ウイロー。大須ウイロー、これはね、名古屋名物のウイローですね。有名なウイロー屋さんの、コマーシャルソング。大須ウイロー、この曲ね、ラジオから昔々よく聞きました。だからね、この曲が流れてくると、あ、あれもう、ちょうどおやつの時間になるんかななんて思いながら聞いてました。オースウィロボンボンボンと時が3つ、ぼやおやつを食べました、とろりとろけてとろりんこ、二つの赤いちょうちんのオースウィロと色です。はい、オースウイロの歌でした。続きまして、このオースウイロさんとライバル会社ですね、青柳ウイロさんというのがありました。青い柳の青柳ウイロさんの、コマーシャルソングですよ。白黒抹茶、あがりコーヒー、ゆず桜、青柳ういろう。この短い歌でしたから、どうでしたっけ。勘弁してください。ミコピですから。次は、あ、まともや、ラーメンですね。カップ麺ですね。マルちゃんのカップ麺、東洋水産ですね。このコマーシャルは武田鉄矢さんがやってました。赤い狐と緑のタヌキ、赤い狐と緑のタヌキっていう歌でしたね。こんな短いフレーズにしっかりと吸い込まれてしまいますね。それでは今日の最後の曲になりました。新日本ハウス、このコマーシャルソングはですね、演歌の大御所吉幾三さんが歌われています。あの人はワークマンとかね、なんかいろんなコマーシャル出てますね。でね、この新日本ハウスのコマーシャルソング、こうなかなかね、軽快で僕好きなんですよ。これを最後にやって終わりたいと思います。
住み慣れた我が家に花の香りを添えて優しく育てた樹木香りも入れてこの街で一番素敵で暮らしたいリフォームしようよ新日本ハウス。はい、コマーシャルソングね、なかなかいいですね。爽やかです。なんかこう同様のような、なんか、うん、共通のものを感じますね。そういうのは私だけでしょうか。はい、では今日は第1回目終わりでございます。また第2回目でお会いしましょう。ありがとうございました。